ひなたー、もう、かわいすぎるわー。 はいみなさん、こんにちは。トツです。本日は配給、えー、こちら見ていきたいと思います。よろしくお願いします。前回ね、3対3の、まあ、この戦いもね、無事終えまして、まあ、なんとかね、そのセッターとして影山くん活躍できるような流れになりそうなんですが、そのお話もね、早々にね、今度はね、練習試合というお話が舞い込んできまして、まあ、小物先生も登場してね、まあ、今これに向かってるってところなんですけども、もうその戦う相手の中に、まあ、どうやら影山くんがね、まあ、一緒にやっていた仲間がいるよと。まず、ここも心配、えー、そしてさらに日向に関して、まあ、今緊張しまくっててね、キャプテン とかみんなね期待しているところがあるんだけどそれに応えられるプレーができるのかこれ僕は非常に今危惧しております日向が活躍できなければ結局影山くんのねあのクイックとかについていける選手もまだいないだろうから、まあ、影山くんの実力っていうのをねまた発揮されないことになってしまってそれこそ相手側にいる選手からねまたあいつあんな一人でやってるよみたいなことを思われてしまうのはすごく尺に触るんですよなのでぜひねなんか目に物を見せてほしいんですけども多分そこに行くまでにまだねちょっと人波乱はあるのかなと思っています ね、さらに前回ねその3対3戦ったツッキーも,も今回ねレギュラーとして、まあ、試合に登場するということなので前回戦った日にあった影山とね、まあ、一体どういう相性を見せてくれるのかチームワークを見せてくれるのかこうも楽しみにしたいと思いますじゃ早速ね本編見ていきたいと思います、えー、皆さんの録画したものもしくはビデオでもの使って一緒にお楽しみください簡単なタの本田さんも本編スタートです んああ、前回ね、ここに入っちゃったもんね。<laughs> 田中先輩。もう前回のトランクス姿といい、ずっとあれだね。太ももがあらわになってて。うん。一応気分は戻った。けどまだ緊張は取れてないんじゃないいや、ほらね <laughs> えー。え、いやー。うん。菅先輩。 なんだって、なんだって。いや、もうダメだよ。もう上も下も、うん。影山とのね、あれだったもんね。試合の時もお腹壊してたよね。うーん。菅さん、心強いわ。いや、キャプテン心配だね。<laughs> こんなんで大丈夫なのか今回の試合みたいな。今、そんな顔してたよね。 だからまさに、もうそれがな、多分的中するような試合運びに序盤になると思うんだよね。いやー、そういうの見るのしんどいて、そして田中先輩がマジで優しいわ。あんなここに吐かれたらね、もう少し嫌な顔をしてもおかしくないと思うんだよな。まあそういうとこ考えると本当田中先輩好きだわ。 あと、それをさ、またあれ、いろいろ言ってたところさ、まあ、ほらほらみたいな感じで言った。菅さんもいいよね。ほんと先輩方が輝いてるわ。で、やっぱいるね。あの肉まんの人。なんなんだろう ?OB とかなのかなバレエができてるし。な、これからあれなんだろうな。練習とか、いろいろ手伝ってくれるキャラクターになるんだろうね。 いや、あとこの、新しく出てきたコモンと、さらにこの美女ね、ひなたくんが呼んでた人、まあこの子もね、多分物語結構関わってくるんじゃないかと思うんで、そこもまあ注目したいなと思っております。えー、そしてできたらカラスモの,のね、このジャージ、これはいつか手に入れてね、リアクションをしていきたいと思います。さあ試合どんな感じになるかな面白いチーム。あ 相手だ。青葉上塞うーん。王ああ、こいつあれじゃん。あの、もらっててさ、反応できてなかった。いたたたたたたた。いやー、痛い。だからこそ、そのあれ、変わりっぷりを見せてほしいんだけどね。 <laughs> え、そんな有名なのエロい感じ <laughs>。柄の悪い、田中先輩か <laughs> 田中先輩。いや、柄の悪いっていい人だよ、とっても。いや、ぬーんじゃなくて。<laughs> いや、聞こえちゃったんだろうね、今の。うん。痛い目見るぞって。<laughs> いやいや、ねえ、ましいし、食い散らかすだし。 いや、こういうときなんかツッキー、心強いね。口がうまそう。<laughs> 悪い。悪いな、このコンビ。あー、一年生だからね。いや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 。もう。いや、先輩、大変だね。いやいや、頭下げたくない。めっちゃ上げてくる。 あとうとう顔を合わせたね。いやいや、独裁政権なんて強いてねえし。あ乗らなかったね、挑発に。なもうここでもうすでにあれだよね。ちょっと変わった感じ出てきてるよね。第 3? ええー、どんだけ体育館3つもあんの いや、けど本当にスポーツ競合とかこういう感じなんだろうな、設備。うーん、偉い、まずはね。いや、礼儀は大事。いや、けど敵のところに来て戦うって結構飲まれそうだよね、空気に。しかも自分のところでさ、競合って、メンバーとかも多そうだしさ、俺も絶対萎縮しちゃうわ。 いや、それ、もうやめてあげて。やめてあげて。んなんだどうしたえ、今の言葉であれなんか気が楽になったとかお、おいおい先輩。いや、いねえしえ <laughs> そして、菅さんが、頭が抱いてる。いや、この調子じゃ、もう戦えないんじゃないの いや、またねえ、もう、いないところで行ってよ。<laughs> 顔が <laughs>、ねえ、覚えてないんだね。うん、キ器をみたいな。うん。覚えてないのかあこっちは覚えてないんだ。うん、行ったら行ったら。い <laughs> やいやいや、えちょっと待って待って、つらまいよ。 <laughs> いや、確かに親民だね。ある意味。ちゃんと忠誠を誓ってるというか、信頼してるというか、あの、目閉じてジャンプするあたりは。<laughs> いやいや、うまいよあれ真逆。反応が。いや、だから、やっぱあれだよね。バッチリ合うタイプと合わなかったタイプで。 いやーこうも相手で印象が変わるかね。いやー相手にばっかあれだよ、攻めてる君も良くないよ。いや自分もその努力してきたのか日向みたいな。くらいつこうっていうああいう気持ちを持っていたのかだから好きだよ。 今のあ、あれもいいねあの、楽曲っていう。うん。真に受けてんのもしかして。いや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 。ひなたはもう本当に親民じゃねえかよ。<laughs> えー、まだ出るのうわぁ、この楽曲にちょっと痛い目合わせてほしいわ。<laughs> いや、キャプテン。 ああ、美女から言われればね、なんとかなるかも。なんだおお、いいね。ええー、重い。<laughs> 重いどころかもうショート。<laughs> 破壊力抜群なんだろうな、美女の。いやあ、大丈夫かよ、ほんと。 うんで、やっぱ本当にこうやって、ちゃんとあれなんだね、ゼッキを見せるように並ぶんだね。いや、一方、こっち、なんか、統一感がないけど、もうここら辺から現れてんだ、なんかいろいろ。うん。<laughs> いや、これどうかな。もう一セット目はなんか落としちゃうんじゃないお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 い。 いや、こんなにあれか、ひなたって試合で緊張すると、ポテンシャル発揮できなくなっちゃうのか。くー、ラッキよ。うーん。いや、そうよ。いや、いや、足引っ張る <laughs>。いや、いや、それはちょっとどうなの <laughs> いや、影山くんが大変 <laughs>。ああ、おでこが。 ああ、けども大第一セットは取られそうだね。うん。いや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 見せて見せて。んあ冷ひたなのいやー。わあ、これ終わりそう。 いやあ、ここでもし失点して落としたら、ますますあれじゃないお願いします。<laughs> いや、せめて入れてくれ。あえー、自分のタイミングじゃ大丈夫なのうおほほほほほ <laughs> ええー。いやあ、点も落として、セットも落として、影山君にも当てて。 やばいやばいぞ王様がやばいやばいご乱心です <laughs> これ、どうなるのあれは山口くんかなん選手交代なのか影山くんだよね。うん、やっぱ影山くんはさすがだね。<laughs> いやめ、目真っ白。落ちた。取られた。 いやーちょっと、あんま厳しく言わないでね。い <laughs> やいやいやいや、もうこのコンビよ。ひなた。やば。えいや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 。落ち着け、影山くん。いや、それとも意外とあれかないい言葉とかかけてくれるかな どっちだ？さあ、うん、あ、いやこれはあれかなどうなるかな、うん、ひでたの気持ちが少しはあれになるとい,いける。 <laughs> そういうあれ激。いや、<笑><笑>パシンパシンじゃなくて。いや、けどこれ効くかもね。うん。あこれで戻るよ、多分。いけるいける。よし。 よし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 これで第2セットから反撃ののろしだんああ先輩いや <laughs> いやまだ何も言ってないのに正座 <laughs> うんこれは田中先輩も励ましてくれるパターンでは出させてくれるよきっと うん。<laughs> いや、大地さん待って、言わないだけであげてよ。<laughs> うん。いや、うん。なんだろうな。まあ、けど結果往来なのかな。うん。そこね。 うーん田中先輩もう好き <laughs> いや呼びますとも <laughs> いやそうなのっぱそれでもいいや <laughs> いやもうランラン目がいやそうかもねよしこっからこっから いけいけおい、楽曲うざーいや、すっきそこはなんかうまいこと言い返してくれよ。<laughs> さあ、どうなるうん。ああ、またね。ああ、スパイカーとぶつかる。いや、そこなんかありそうかな、最初。 いけいけ、頼むぞ。いや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 、日向ただ、日向よし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 、走った。いけいけいけ。きたー <laughs> やったれまた目閉じてるおーい。ああれかなぁ。あの、ロックコンみたいな映像とか出ないと、撃てないのかなぁ。 いやまたその王様ネタやめうん影山くーんおらどうなのもうこっちがどやってなるわ <laughs> 言い方許してやらなくもないいやわかるかいあれが君たちの元チームメートだよさあ来い今度こそ そうそう。これでね、また分かんなくなってくるから。おいーきたーもう反応できてないじゃん。この調子、え <laughs> 仲間なんだからもっと言い方あんだろ、ツッキー。うーん。今のあの手が入ってきたらちょっと遅いのがツッキーなのかないや、チームだっつーの。<laughs> いやーここら辺のあれだよねこういうのあれなんだろうなひなたはさずっと望んでたんだろうねうんよし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 それでねまた田中先輩とかが生きるんだろうねいいねいいねきっ抗してる。 いやいや、で来ないんだよ、多分。違ういや、ほら行ったれ行ったれ攻撃力は一級品なんでしょナイスです田中先輩切るきこっちはね。<laughs> おー、楽曲。いいよいいよ、行ったれ行ったれ。<laughs> いやいや、ひなたかわいいな うーんそうだねもうその通りだわ金田一あーやっと名前がわかったさあさあこっからこっからうーんいや強くなったんだろうなこの二人が入ってやっぱまああとはツッキーも。 そこら辺はこれからですよきっといいよナイスブロックツッキーどうなのどうなの何対何なのうんうーんあの中学の時のあれだね ひなた、もう、かわいすぎるわ。確かにな、それが難しいんだもんね、普通は。うん、もう王様じゃないんだよ、ただの。いや、裸の王様じゃなくなったと。おうん。5番手 5番手日向だったっけうんこの監督さんよく見てらっしゃるイエスいやーいいよいいよそう能力があるんですよってことは金田一君 <laughs> そう あなたはそれができなかったんだよ金大一くん金大一くん。ごめんね。あんまりちょっと言,っ言いすぎて <laughs>。うん。さあ、これでどうなるかな金引き締めてきたけど。あ、やっぱ注目株はもう間違いなかったんだね。 いやあ、ここの監督。いやあ、ほら、やっぱ監督の差って出るよねー。おお、勝ってる、勝ってる。うーん、ツきナイス。え <laughs>、どうしたのこれ。なになにああ、もう下手くそ。もう気持ちいいんだろ本当は。打ってて。 うん。だ本当ほんと優秀なんだね。だここだけなんだよな、影山くんは。あ、やばいやばい,やばい。怒らしちゃいけない人。やなんだうん。うん。あこう動いていくんだっけ我って。はいはいはい。 うん。あ、ブロックああ。もう背が高い2人がね、前に来て。あすごいバランスいいんじゃないやっぱチームとして。いや、アキここだ今度は、あとこれだよ。<laughs> いやいや、おい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 。何やってんだよ。めえ、集中して いや、けど高いナイスブロックえへへいやいや、もうどっちでもいいよ <laughs> いやいや、君もあれだよ、同じ穴の無地なだからね、ひなた。<laughs> あ、けど試合はなんか優勢なんじゃないうん いやーこれなんかさっきうちのベス、今のベストメンバーとか言ってたからまだなんかあんじゃないこれ第3セットとか始まった時にさなんか来たりしないかな敵側に強いやつ。実はこれ一軍じゃないっていうパターンありそうだよね。うん。<laughs> 素人まがい <laughs>。 うーん。翻弄されてるね。面白いあやっぱり <laughs> ほらね <laughs> いやけどまだ1対1だからね。次であれでしょ取ったほうが勝ちでしょういやーどうかなー そんなうまくいくかな初戦から。いや、絶対レギュラー陣じゃないんだと思うよ。だって、強豪郷でいきなり、あれじゃん。うん。ほら。ほら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 。分かってた。及川くんいや、強そう。ええ、どうな、ああ、終わった。 もうこれも予想通りの展開しすぎてちょっとあれだわ。もう勝てないだろ今回多分。いやこれで一気にガラッと流れまた変わるんだろうね。あの及川くんの登場によって。だってさ、いくら強豪校でこの2人がさ、バチッとハマったからって、そんないきなりさ、勝てたらあれじゃん。っていうのがずっとあったから、 というのと、あの、監督さんと話したときにベストメンバーじゃないような感じも見受けられたし、もうその時点でピンときましたよ。いやー、次回ちょっと大変そうだなー。けどちょっと少しでも頑張ってもらってね、あの楽曲には、楽曲も見返したいよねー。いやー、けどほんと田中先輩、マジで好きだわー。 もうこういう人の下で働きたいよね <laughs>。ま俺社会人だからさ <laughs>。どうしてもあの部活とかそういう考えで考えられなくて <laughs>。会社で考えちゃうんだけど。いい先輩だよ、こういう人は。で、あの子誰なんだろうな。オープニングでもいたけど、まだ出てきてないよね。この前髪だけ色入ってる子。あれも一応このカラスの選手っぽいよね。次回予告。うーん。 いやできるやつなんだきっとあ影山くんは知ってんの大王様えバーサス大王大王って影山のことひなは影山のこと大王って呼んでたけどそれともあの及川くんが大王なの、まあ、非常に気になるところだったんですが、まあ、なるべくね近いうちにまた続き配信していきたいと思うのでぜひ一緒に楽しんでもらえればと思いますはいというわけでね今回のエピソードに対する皆さんの感想だったり僕の役者に対するコメントお待ちしております以上動画もたつごっけしましたバイバイ